恋人作品14は、ジャンシベリウスが作曲した組曲。1912年に、弦楽合奏、打楽器、トライアングルのための楽曲として書き上げられた。これは1894年に作曲された、無伴奏男性合唱のための4曲からなる同盟の曲集を元にしている。作品は、カンテレタル第一巻のフィンランド語のテクストを素材としている。 シベリウスは1894年に無伴奏男性合唱のための曲集、恋人をフィンランドの伝承詩集、カンテレタルダイ一巻のテクストから作曲していた。この1894年の作品は地元のコンクールに出品されて二等賞を獲得している。この時の優勝者は彼のかつての詩だった。シベリウスはこの曲集を1894年に 弦楽伴奏付きの男性合唱、1898年に、混成合唱のために編曲している。シベリウスは、この合唱版をした時期に、弦楽合奏、打楽器とトライアングルのための組曲、恋人を仕立て上げ、作品番号14を与えた。完成は1912年、公共曲第4番に取り組んでいた時期にあたる。本作が、聴衆を魅了したからという理由で、 1920年代まで、しばしば自作の公共曲を指揮する際に、この組曲を同時に取り上げていた。ミス・オンクス・サ・ミヌム・ハイバニ・エラ、エラ・ハイバ・イルタ・リンチュ・ゼニ・イカ・シコロン、リンチュ・ゼニ・ロ・ケスタバ、アンダンテコンモート4、4拍子へ、蝶々・リカステートン対、アレグレット3、4拍子へんの蝶々・ハイバ・イルタ、J ・ハイバス・ティ、アンダン・ティーの4、4拍子へ、 蝶々第1曲では弦楽器が明るく美しく響く。第2曲の合唱部分は弦楽器の囁きと素晴らしく柔軟な旋律展開に変更されている。第3曲は原曲と同様に感情に深く訴えかける。ありがとうございます。